私は一体何を約束したのだろう。見てて東京地方あ、そう、うん、お味噌汁沸かさないようにね。はい、気候となるでしょう。はい、じゃあ次は夕方から夜間にかけては少し、おじいちゃんちょっと待ってて、お茶入れてきますね。交通機関に影響の出る可能性もありますので、帰宅はできるだけ早めにしましょう。九州地方の相変わらずで安心した。どうしたの？あのさ、今週の土曜日暇、うん、久々に会おうよ。また急だね。いいよ。本当に？うわ、超嬉しいんだけど。あ、マジありがとう。じゃあさ、うん、また連絡するわ。以下で登録しといて、うん、よろしく。わかった。はい、じゃあね。バイバイ。明日の会議の資料できたの？はい、提出しましたけど。できたら一回見せてって言ったよね。すみません。わざとでしょ。え？もういいわ。いいよ、帰って。
あのビルホテルだっけ。窓開いてますけど、わざと。ああ、ストリップかよ。こっち向けよ変態女。おじいちゃんいなくなっちゃったのよ。またおじいちゃん、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 あーびっくりした。何なの、何言ってんの。お母さん心配してるよ。いやもう帰ろう。やだ、何がそんなに嫌なの。あいつずっと見てるんだよ。庭の木のどっか見てんだよ。もうそんなのいないから。いる、もう帰るよ。見てる。やだ、もう風邪ひいてるよ。やだ、もう行くよ。やだ、もうご飯もできてるって。やだ。あ、もしもし、山下さん。はい。どうも。リアルサイドファイナンスの水沼です。お世話になってます。どうも。まあ、さ、どういうことかな。これさ、今日中に20万円振り込むって約束したよね。ね。はい。え、1日払わないと延滞金1日あたりプラス2万円かかるんだよ。分かってるよな。いや、でも警察にとかもざいてたけどな。あ、
甘く見てんじゃないぞ俺ら。おいおい、おい、なんとか言ってみろ。おい、いや、なんとか聞いてやる。ゲドウが人間のクズが地獄に落ちろ地獄に落ちろ地獄に落ちろ。おそうっすか、あ、そうっすか。そしたらね、ありがたく地獄に落ちさせていただきますんで、はい、じゃあ明日までにどうかよろしくお願いします。と、次は地獄に落ちろ。わっ、やべ、誰っすか、大丈夫っすか。あれ、気のせい。マジっすか、買ったばっかなんすけどね、これ。なんだよ、もう。また来た。
なんだ、待ってきた。これなの。お母さん、行ってくるね。うん。おじいちゃんってさ、何と戦ってるんだろうね。そういえば昔おじいちゃんが言ってたけど、うん、死んだことに気づかないものや未練があってその辺ふらふらしてるものの中には、生きてる人間に悪さする輩もいて、そういう時はね、戦わなきゃいけないんだって。いるのかな、あそこに。あんた信じたの？やだ。お母さんが言ったんでしょ。これを持っていけ。もうおじいちゃんびっくりさせないでよ。いいからこれ持っていけよ。何これ。こんにゃろめだからさ。こんにゃろめ。こんにゃろめ。こんにゃろめ。ああ。だっせ。つうかもう帰ろうぜ。ほんとに飽きたんだよ。お、なんでありゃ。あ、なんか海から出てきた。どこ。あそこ、クジラ。はあ、いねえし。うるさいな。え、なんだよ。この穴から覗くと見えるし。は？ほら。げ、マジかよ。げ、目開いた。怪獣じゃね？何言ってんだよ。変な建物じゃん。うわ、動いてる。こっち来る。く、クジラ。うわぁ。おい、どうした？
千葉県の防波堤で釣りをしていた自営業男性桑名龍さんの行方が分からなくなっている事件で、今日も警察や消防が捜索を続けています。現場付近では桑名さんが使用していた釣り道具が発見されていますが、他の手がかりは見つかっていません。抱き心地してんね。もう人違いだったらどうするつもりだったの？無言で立ち去る。それ完全に不審者じゃん。つか超久しぶり。もう全然変わんないね。そうかな。ミカもね、相変わらず遅刻魔だし。あーごめん、ちょっと用意に時間食っちゃってさ。早く早く。ちょっと待って。なんで？僕結構混むんだよね。何これ？え？あ、これなんでもない。さっさん、え？カメラ新調した。ちょっと頑張っちゃったかな。やっぱさ、少しでもいい写真に収めたいじゃない。その前に腕磨けよ。え？あ、そっか。早く開けてよ。うれ、母さん、え、立ってきちゃった。え？また？邪魔だよ。あ、ごめん。サーさん、え、サーさん、え、ちょこっち来て。なに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 、あれあれ、なにあれ。変態しかいないし。サッサ、突っ込んでみる。何、また俺がやるの？他に誰がやる？
佐藤さん。お、逃げちゃったじゃん。消しゴムカバーの下とかに小学校のトイレの壁とかね。そうそうそう、やめろって言ったのにさ、私まで怒られたんだからよくさ探検ごっこだとかなんとか言って泉のこと引っ張り回してたよね。なんかほっとけないっていうかさ、うん、見てられないんだよ、危なっかしくて。三河さん小さい時はほんと面倒かけたよね。中学から途中でグループ別れちゃったけど、なんでだっけ。なんかさ、俺もう忘れちゃった。
これモデルいるの？ねえ。おし、なんだよ、マミカかよ。私ですけど、何か。授業サボって何やってんの？この前泊まったホテルの向かい側にいたんだよ、この人。綺麗な人だね。うん、そうなんですよ。熱中するのはいいけど、たまには授業も出ないよ。ただでさえ単位やばいんだから。分かってるよ。本当に。はいはい、もう授業出ますから。言ったの。はい、出ます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 。約束しましたからね。はい、しましたよ。ねえ、私調べたの。この間陽介が泊まってたって言ってたホテルのこと。ホテルなんてなかったよ。本当はどこ泊まってたの？この女何なの？ねえ答えてよ。もう少しなんだよ。この人はずっと見てたんだよ。毎日毎日、雨の日も雪の日も、赤ん坊が起こした地面を、見てみ、もう少しだ、もう少しで届くからね、もう少し。陽介おかしいよ。もう少しだ、もう少し。もういいかげんにしてよ。
どうしたの？あ、ねえ、ここホテルかな？みたいだね。ここにしよっか。ホテルなら店も入ってるだろうし。うん、そうしよっか。うん、せーの。泉？あ、ごめん。同棲してもうじき2年。へえ。え、仕事は何してる人？まあいろいろあって休み期間っていうか、うん、そんな感じ。そうなんだ。生活きついの？借金がちょっとね。え、それって旦那さんの？まあでもちょっとだから。旦那さんは新しい仕事ちゃんと探してるの？探してはいるんだけどさ、なかなかね。ごめん、ちょっとトイレ。うん。とか言っていきなりつい振り回すか。私もうびっくりしちゃって。ああ、それ近所で有名なプツおじいちゃん。大丈夫よ、害はないから。そうなんですか？ただのボケ老人。でもさ、自分の親がああなったらって想像すると怖いよね。ただいま。やだ、どうしたのこれ？公園で遊んでたら風船飛んでっちゃったの。そしたらおばさんが来て代わりにこれあげるって。おばさん？どこの？知らない、変なおばさん。変な？公園ってどこの公園？猫の公園。あれ？何これ？猫の赤ちゃんだって。猫の赤ちゃん？大切にするっておばさんと約束したの。約束？なんかこれ臭くないですか？ねえ、私これ返してくる。カナ、いい子でお留守番してて。
したんですか？大事にしてくれてる？電話出たの？ごめんなさい。マジ引くんだけど。普通勝手に出る？本当にごめん。でも考え直した方がいいと思う。何も知らないくせに勝手に決めつけないでくれる？違うよ。私はただ美香に幸せになってほしいだけだよ。うざい。そういう偽善っぽいとこ昔から全然変わってない。ミカだってそうやってすぐむくれるところとか、都合の悪いことは見ないふりするところとか、昔のまんまじゃん。
中学の時だって私の好きな人と付き合ってたでしょ。応援してくれるって約束したのに。それは大体ミカが約束守ったことなんて一度もないよね。軽いんだよ、ミカ自身がそんなだから。言われなくても分かってんだよ。もしもし。泉、あのね。お母さん？どうしたの？おじいちゃんが、おじいちゃんが。え？よし、一服するか。そうですね。こんなところでホテル建てるなんて知らなかったですね。ああ、いつの間にやらだよな。でもよ、オリンピックが決まったからこれからホテルやらなんやらバンバン建つぞ。俺らも忙しくなりますかね。だろうよ。ありがたい話だよな。ありがたい話ですね。ああ、痛い。腰打っちゃったよ。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だよ。あんなとこに転がしてあるからよ。どうぞ。お、マイク。今頃お昼寝してんだろうな。また和子ちゃんですか。子供より孫の方が可愛いってのは本当だよ。タフガイが台無しだな。バカ野郎。まあお前もな、そのうち孫ができりゃ分かるよね。なんだ、演技でもね。何ですかこれ。おい大丈夫かお前。大丈夫です。
また来る、また来る。寂しくないよね、陽子。遅いよ、今どこ？あー、9階くらい。てか何階なのそこ？12階の屋上みたいなとこ。もうすぐじゃん。12階だって、行こう。ていうかさ、わざわざ屋上に行く必要あったの？下に花置いてあったじゃん。無駄に疲れるし不気味だし。ってニャーが言ってるけど。そうかもしんないけどさ、こっちの方が天国に近いだろ。きっとこの方が陽子にも声が届く。あれ？真昼？もしもーし、もしもーし。あ、キルだ。真昼なんだって？なんかよくわかんないけど上にいるっぽいから早く行こう。真昼怒ってた？めっちゃ怒ってる。遅いよって言った。12階。そうだよ、あと3回。やだ、無理。怒られるよ。私怒られたくない。やだ、ね、待ってよ。起きてからね。やだ、着いた。汚っ。うん、来たも。やば、やばい。ねえ、てかさ、真昼いなくない？ね、トイレかな。真昼あっちじゃない？そんなとこ行く？ちょ、行ってみようよ。めんどくさ。ああ、真昼なら行きそうだな。ねえ、
本当に飛び降り自殺だったのかな。キラキラしてたのにね。マジで置いてくんな、もっと信じらんない。もうどこ行ったの。いやこっちこっち、ね、こっちこっち、こっちだよね。12階だって言ったじゃん。まひる見なかった、いないんだけど。にょ、何してんの。どうしたの。あっちから上がってきたよ。何、ね、どうしたの、どうしたの。早くこっちこっちこっちだよ。にょ、ここ知ってる？子供の頃、探検ごっこで、変な建物に入って、なんでか出られなくなって、
約束したのね。子供ができたらあげる約束をした。
死んだことに気づかないものや未練があってその辺ふらふらしてるものの中には生きてる人間に悪さするのからもいて、そういう時は戦わなきゃいけないんだ。意味わかんないこと言わないでよ。もうどこにも逃げる場所ないじゃん。もう死んだよ。場所だよ。せーの。ここから飛んで外に出られたんだ。泉に会いに来た本当の理由、約束したから。赤ちゃんができたら最初に泉に報告するって約束したから。約束を果たすまでここから出られないんだよ。そんな、
あんたがどれだけかわいそうかなんか知らない。生きてる人間をあんたの未練に巻き込むな。こんにゃれ。あいつの気を引きつける。ミカは、ミカはどうするの。あいつの気を引きつけたら私もすぐ行くから。ダメだよ。約束する。何が約束よ。約束するなら私はこの子に約束する。あなたを絶対に渡さないって。あんたなんかにこの子は渡さない。Thank you.
私は一体何を約束したのだろう。思い出せないけれど、あの女はきっとまた現れる。いつか約束を果たしに、あの恐ろしいホテルと共に。祈り高く叫び、かく果てれば